短い間でしたが、いざ去るとなると寂しいものですね。とどまるだけ戦費の無駄だ。時間も無駄です。陛下、王国内の問題も手つかずです。分かってるよ。どうしてみんなあんな顔をしているのかしら。多分不安なのさ、アミドニアの地政下に戻ることが。不安って元に戻るだけなのに。だからだよ、彼らは圧政の中にいた。それが当たり前だったんだ。でも我が王国の占領下に置かれることで、それが当たり前でないことを知ってしまった。ソーマは自分の思いや考えを表現する自由を認めたからね。